はい、こんにちは、バルーンアートマニア S です。今日はサンタクロースの帽子を作りたいと思いますね。簡単にできてね、見栄えがするんで可愛いですね。じゃあ早速作っていきましょうね。はい、赤ですね。これぐらい結構少し残りましたね。でね、ちょっと揉んだりしてね、伸ばしておくと割れづらいですね。ここがね、割れたらね、最悪なんでね。じゃあ早速いきましょうね。まずはピンチツイストですね。で、中に通して、はい、止めましたね。だいたいこれね、21センチ前後ぐらいでいいと思いますね。頭の大きさに合わせて作ってみてください。で、またピンチツイスト、はい、ここまでいきましたね。そしたらこれ余ってれば、ここ作ります。これがなければ、もう一本新しいのを使ってくださいね。余ってるんで、これでね、ちょっとね、二等辺三角形になるような、これぐらいですか。余ってればピンチツイストも作ってみてください。はい、できましたね。そしたら先に切っちゃいましょうか。はい、新しいのを1個膨らませます。そしてここにやるんですけど、長さをね、揃えたいんです。長さ揃えて、ここに、余りをね、切りましょう。こもんで、こっちにね、空気を送って、空気が送りづらいですね。送らない人はここで切りましょうかね。で、これでもう一回、こっちもね、結んどいてますね。で、この余りを絡めて、で、もう一個ピンチツイストを作ります。ピンチツイストですね。あと最後、長さを揃えて、でここに絡めて、取れないようにね、巻きつけて、はい、ここまでいきましたね。
最後にラウンド5です。それかもしくは360で丸作るか260で丸作るか何でもいいです。ここに丸がつければいいですね。大きさはね、各自身で調整をしてくださいね。子供の大きさに合わせたりね、大人の大きさに合わせたり、いろいろあると思うんで。はい。というわけで、今日はサンタクロースの帽子でした。近いうちにね、もっと手の込んだサンタクロースの帽子もね、作りたいと思います。編み込み式のね、めんどくさいやつですね。じゃあ、これでね、楽しいクリスマスパーティーしてくださいね。パーティー盛り上がること間違いなしです。ではまた見てください。はい、さようなら。